いつでも今みたいに。今よりもっと気持ちいいことしてあげる。実はこの夏、俺、諸星龍一はちょっとしたハーレム状態の夏休みを送っていたのだ。大学生になって一人暮らしを満喫していた俺だったが、つい先日、なんと住んでいたアパートが火事で全焼してしまったわけで、で仕方なく義理の母が住む実家に戻ってきたのだけれど、若すぎる母さんは俺の留守中に4人の下宿人を住まわせていたんだ。大学の先輩の千夏さんに、同じ大学で講師をしている楓さん、近所のファミレスで働いているまなみさんと、幼なじみで母さんの妹のリサ。このハーレム状態で俺はみんなのおもちゃにされているのだ。いろんな意味で。あら、龍一くんまだ起きてこないのかしら。そういえば今朝は遅いですね。昨夜ちょっと欲張りすぎたかな。おお、千夏くん、いささか聞き捨てならないね。何が？一体何を欲張ったのかね。あら、楽しそうね。まさか千夏さん。何？何の話？少女のリサ君には関係のない話だ。少女関係ないでしょ！っていうか、どういう話よ！さあさあ、楽しそうなところみたいだけど、そろそろ出かける人もいるんじゃないの？そうですね。そろそろ。あ、私もバイトバイトっと！なんだかちょっと面白くなりそう。